この子から体重測ってみよう。よいしょ。生後0日。ちっちゃ。どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。久々の動画になってしまったんですけれども、今回はご報告動画もちらちらと映っているので、お気づきの方はね多いと思うんですけど、奥にいるめいちゃんの子供がついに生まれました。3匹生まれましたね。この手前にいますけど、はい、まさに今日2024年の1月25日お仕事から帰ってきたら、ね、生まれてました。元気な子ですね。一番黒い子、一番真っ黒、白い部分のイングリッシュですね。白と額のあたりが茶色の子。この子がなんとですね、脱走してました。すごいびっくり、信じられないような体力持ってんじゃないかな。身体能力がね高いんじゃないかな。まあね、ちゃんと脱走しないようにちょっと対策強化して、思った以上にねこのモルモットの赤ちゃんって小さいので、今後ねこういうことないように気をつけていきたいと思います。ということで、無事に3匹の赤ちゃんが生まれましたというご報告でした。それじゃあね、体重測定やっていこうかな。最初はこの子ですね、アビシニアンですね。アビシニアンの3色、茶色と黒と白色の子ですね。この子から体重測ってみよう。よいしょ。生後0日。ちっちゃ。嘘、そんなに小さいの。81g。嘘だ。100g ないんだ。お母さんの体が小さいからそれだけ、お腹の中で成長するのも限界があったのかな。これからでも大切にね育てていきたいですね。次はイングリッシュの毛並みですね。で、ま、ベースは真っ黒だけど、ほとんど真っ黒な中でここですね、茶色で、この辺もところどころ茶色。さあ、この子はどうだろう。あー、この子も小さいの。 83g。 いや、めちゃくちゃ小さいですね。日々の成長も大事だけど、最終的に大きい立派なモルちゃんにね成長できるようにね、栄養満点な食事を毎日意識して与えていきたいなと思います。もちろんね、たくさん運動してもらって、たくさん食べてもらって、肥満じゃなくてね、骨格が大きくなるような立派なモルちゃんを目指して頑張って育てていきたいと思います。はい、最後3匹目、こちらの子ですね。アビシニアンの茶色と白の子ですね。黒い毛は生えてないですね。さあ、どうだろう。 84g。 あー、みんな81、83、84g。 みんなちっちゃいけど、似たり寄ったりですね。これから分かんないですね、成長していく中で差が開くかもしれないし、逆転するかもしれないし、まあ、オスメスっていうところでもね、体重の逆転現象はね十分起こり得るので、今後雌雄判別も、まあ、だいぶ先だと思うんですけど、それも含めて、まあ、気長にのんびりと大切に見守っていきたいなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。
また今後もこのモルちゃんたちの成長を記録、くるみくん、あきみちゃん、みみちゃんとのね成長日記の再生リストもありますので、それと合わせてね、比較しながら見ていただきても、面白いかなと思いますので、ぜひともそちらも合わせて見ていただけたらと思います。はい、ということでこのモルちゃんたちの成長、今後ねどういう大人のモルちゃんになっていくのか気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。他のモルちゃんの動画もたくさん、チャンネルの中にあるので、よければチャンネル登録してまた、時間のある時に見てください。他にもね、今画面に出てる動画やチャンネルもおすすめですので、よかったらねそちらも覗いてみてください。では今日は最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。